は発言してください。はい。おはようございます。進行論。まあ考えてなかったですけど、まあいつも言うのが、把握漏れとか、やめてほしいですね。無駄な人は。把握漏れとかして、で、また2周目回ってきて、自分の発言の時にそれ把握漏れですよって言って、いや、それは把握漏れじゃないとか、その発言する時間が無駄だと思ってるし、またその把握漏れを人外か人外じゃないのかっていう精査をしなければいけないから、できるだけ把握漏れはしてほしくないです。話をしっかり聞いてほしいかなって思ってる。だからこそ自分自身もゆっくり話すっていうのは、このゲームをするにおいて心がけてはいます。はい。できるだけ聞き取りやすく話しますので、皆さんも把握漏れ等をやめてください。はい、以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。自分、村人陣営です。まず8番さん気になったところ、おはようございます。もう夜なんですけど、おはようございます。いいですね。このゲームの世界にのめり込めて、やる気があると感じられます。把握漏れをやめてほしい。いいですね。いいと思います。なんか、これ、なんか入った。本物ですね。チャット？まあね、嵐をするような人にはちょっと言いたいけどね、人の時間を奪って嵐をしないでほしい。それだけ、この時間が無駄になっちゃうから。また2周目ね、発言します。はい。1番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、8番さんと9番さん比べて、どうなんだろうね。まあ、どっちが、9番さんが一番なんか、無なこと言ってたよね。特段何もない。何もないよ。まあ、8番さんはまあ、ね、まあ、村にとってね、まあ、把握漏れは、人外かは。村か分かんないから、村だったらやめてねっていうのはね、まあ、意思表示だと思ったんですけどね、キューバさんは特に情報がないかなっていう感じですね。だから、まあ、8と9で比べたら、まあ、8の方が印象いいかなっていう感じです。まあ、まだこの位置なんでね、特段8も9も黒予想はないですね。まあ、2周目って感じですね。はい、以上です。2番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。2番占い師、8番さんに白出てます。2番さん、占い師、8番白。把握お願いします。はい。9番と1番、そうですね。9番は、単純に印象が悪いですね。まあ、時間って言いますけど、9番自身の8へのおはよう云々の下り自体が、まあ、時間の無駄だと思っているから、発言の内容として。いい単純に9の心象が悪い。まあ、そういう意味では、まあ、多分1番の席に座ってたら、多分、まあ、どうなんですかね。皆さんの精査の仕方にもよるとは思うんですけど、まあ、8番、9番で比較したときに、まあ、8番の方が客観視点で印象がよく見えるのは、まあ、わかる気がするから、実点では1番さんの精査自体に特段違和感は感じなかったです。まあ、一応9番さんは2周目だと思って、2周目の発言注意して聞きたいと思ってます。3番のプレイヤーは発言してください。1番さん、2番さん、そう思うんですね。僕、9番さん好きですけどね。好き。ラブですね。このゲームにのめり込めてるとか言える余裕は、なんか人外ではなかなか、そういう考える余裕ないんじゃないかなと思うから、僕、8番さんよりは9番さんの方が印象良かったんですけどね。あの段階では。だから1番さん、2番さんとは、まあ若干印象が違うかなってくらいですかね。まあ、なんていうかな。まあちょっとの差なんでね。まあここはまた盤面固まってから、この視点の差が後々どういう響くのかっていうのを見ていこうかなと思いますね。ですかね。私は9番さん、印象とても良かったです。4番のプレイヤーは発言してください。はい、霊能です。俺ね、俺はもう普通に出ますけど、1周目とか2周目に出るっていうタイプではないんでね、普通に霊能は霊能で出て、初週から考察に混じりたいなって、ね、身分を明かして、そう思ってます。で、8から3番さんまで、これといったな、特段の、確定的な人外だっていう発言はまだわかんないんだよね。初週で出ちゃったけどさ。5、6、7の発言が控えてるから、まあ多分俺が今日釣り値決めることになると思うけども、まあ人外当てれたらなって思ってます。はい。とにかく人外を釣ることなんで、もし占いが西洋だった場合、平和村はほとんどありえないから、白崎も含めて考えていきたいなと思ってます。5番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。村人使用なしです。そうですね。まあ3番さん。3番さんは、あれかな。結構なんか、白黒。あの順で白黒つけてて、9番白いと思ったけど、内容はちょっとどうであれ。結構まあいいかなっていうふうに思ったかな。まあ2番さんも2番さんで、まあ3番さんとは違ったけど、まあ占い師だけど、まあ9番の印象が悪いとか、まあしっかり白黒はつけてるかなっていう印象。1番さんはちょっとしゃあないかなっていう部分はある、その順は。まあ、とりあえず2周目かなっていうとこやけどな、まだ霊能も占いも一人ずつやし、はい。そんぐらいかな。まあ3番さんはグレーの中ではちょっと印象良かったかなっていう印象がある。6番のプレイヤーは発言してください。ランダムで5番さんが白です。5番さんが白。この21番目になったら、俺最近自分の中で占いを引いたら流行ってることをやります。その流行ってることっていうのは、初日に関しては2番さんの釣り位置に合わせてあげる。俺が白いって思う人だったとしても、2番さんの釣り位置に合わせてあげる。何の理があるんだって思うかもしれないけど、俺の相方がいない証明。この盤面で俺の相方がいるとしたら5番しかいない。だからその証明のために2番さんに釣らしてあげる。そこは白しか出ないから。4番さんには合わせない。2番の釣り位置に合わせてあげる。ただ、精査はする。22番目になったら、例のは釣り切る。その場合は、この、俺のやる進行っていうのはできなくなるから。まあ、2周目、しっかり精査しますよ。以上。7番のプレイヤーは発言してください。霊能です。そうですね。まあ、6番さんが言ってる進行っていうのは、よくわかんないですけど、まあ、多分、その6番さんは2番さんをローで見て、で、初日、2番さんの釣り大臣に合わせて、その代わり2日目2番さん釣れよっていうことなんですよ。で、当人、狩人は出てこいみたいな感じっていうことでしょうね。2番さん、6番さん。6番さんね、その進行っていうのは結構村から反感買いやすいかなって思いました。追加なしか。まあ、とりあえず2番さんがローだとしても、9番さん、1番さんとはちょっとラインが見えづらいかなって今思ってます。だから2番さんがローだったら28とか23とかになってくるのかな。6番さんだったらちょっとわかんないですけど、3番さんが黒になった。8番のプレイヤーは発言してください。グレーも、霊能も精査ついてないですね、正直。はい。ほぼ精査ついてないです。まあ、つくわけがないと思ってて、今の段階で。勘ぐりで言えば9と1と3、つくわけがないし、霊能に関して4、7、これもつくわけがないと思ってるから、まあわかんない。2周目の発言聞いて4、7に関してどちらか入れます。6人に関しては、6番に関して、なんつうんだろう、やりたいことっていうか、その意図っていうのは汲み取れるんだけど、6番が仮に新占いで、だったときに、2番を狼軸で置いたときに、2番が絶対白だよっていうことで、6番自身が狼じゃない否定要素にして、その相方がいないよっていう証明をしたいんだろうけども、結局5番っていうか、白を指してる以上、その白としても2番に釣り位置合わせるって言っても、その白正面にし、7番も言ってたけど反感買いやすいよって思う。まあが6番は思わない、それが。反感買うことやってんなと思って。なんか昔俺もやったことあるん、それ。6番みたいに占い師で出て。対抗で出てる占い師が釣り寄すところ、釣ってくださいっつって、僕は相方いないんでっつって、やったことあるけど、反感食らってめちゃめちゃ芯切られたんだよね。はい。だから芯でも別にやると思ってるから、26の信号もつかない。ってぐらい。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。8番さんがね、結局26つかない、グレーも精査つかないってところで、若干怪しいかなってところある。で、自分が気になったのは、やっぱ6番さんと、あとね、4番さんかな。6番さんから行くと、6番さんは、まあ、その2番に釣り位置合わせるってのは正直理解できないし、やる意味がないと思ってるけど、6番さんが精査するって言ってたよね。死んだら。だからその精査をしっかりしてほしい。6番さん1周目1回もしてないからね、グレーに関して。だから2周目しっかりどこはグレーでどこは黒いのかっていうのをしっかり上げてほしいなと思ってる。47には6番さん別に触れる必要はないと思ってる。新郎新居の場面が多いと思ってるから。7番さんが、ごめんね、7番さんが少し良かったなと思ったら、最後、ライン精査をしようとしたところが良かったなと思ってる。真の人だから、強靭に出ようって、霊能で最初から出て釣られようって息なら、7番さんでライン、位置でライン精査はしないと思ってるから、そこでしたっていうのは、まあいいかな。そこしたっていうのは、91のラインないかなって言ったところはいい。4番さんが少し気になったのが、57控え切ってるけど、俺が釣り位置決めるってなんか言い切っちゃったところ、567で、もし強靭がいたらそこで、霊能出るかもしれない場面で、俺が釣り位置決めるっていうのは、ちょっと4番さんの位置で言うのは、少し無理くり感があったかなと思ってる。2番さんが自分にして、指摘に関しては別に真っ当だと思ってるから、別に何も感じてない。別にあれしか言えないかなとは思うし。26の精査に関しては分からないけど、少し4番さんの方が気になったから、初日は4番さんの方から入れようかなと思ってます。どこが黒いかっていうのは正直わからないけど、8番さん少しね、気になったから、反感買う行為をしてた。自分もやったけど、結局何が言いたいのって感じだったからね。はい。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、そうだね。まあ、8は怪しく見るならね、まあ、2番が偽っていうことなんだろうね、木場さんは。まあ、あれなんじゃない ?6 みたいなムーブを取ったことあるよ。だから、6が真でも言うし、偽でも言うし、みたいな、そんな話なんじゃないかなと思ったんだけど。まあ、初め6偽かなと思ったんだよね。自分の言ったところに、2番さんの言ったところに合わせてあげるよ、みたいなこと言ってね。で、最後、まあ、一応、霊能が西ようになったら、それはないんだけどねっていうのを聞いて、まあ、まあ、じゃあ、そういうことかっていう感じはしたけどね。まあ、47だけど、どうかな。まあ、確かにね、6番さんグレーの精査してないから、2の方が、まあ、一応精査してたからね、っていう感じだね。2の方が真かなと思ってますけど、74でいったらどっちなんだろうね。まあ、どっちでもいいか。9に特段黒要素があるかって言ったら、まあ、3は9を白く見てるっていう情報ぐらいしかないんだけどね。7番さんは6番さんの意図をなんか解説して、強靭は出ろってことでしょみたいな。そこでなんか言ってないような気もするんだけどね。っていう意味で、まあちょっと6のが偽かなと思ってます。霊能はそこに気になったんだよね、まあ、7番さんの意見が。まあ、ローラする派なんでね、どっちでもいいですけど、9と3は分からんよね。9も、まあ、3には特段触れてないっていうところがちょっとよくわからんなっていう感じだね、カングレーだと。まあ、俺にも触れてないんでね。まあ、とりあえずちょっと、占いは6の方が偽かなって今のところ思ってます。7番さんに引っかかってます。2番のプレイヤーは発言してください。まず最初、狩人について言いますね。狩人については任せます。この現在 2-2 っていう場面の中で、出るか出ないかは任せます、本人に。ただし、無駄裏になったら申し訳ない。それだけは最初に言ってきます。1番さんについては、6番が、現状気になるっていうふうに、言ってくれるのは嬉しいんですけど、中身がないって思いましたね、単純に。6番の何でもって、6番が偽っぽいって思ったのかっていうのと、結局霊能なんて、私の意見としては霊能なんて釣り切るから、そこの精査はよりかはグレーと、26それぞれに感じと思ったことっていうのを1番は言うべきであって、3級もわからないで、占い師については6が偽っぽいってことは、なんだろうね。なんか理由がないから、1番の中身ってないなって思いながら聞いてましたよ。9番さんについては2周目は特段引っかかるところはなかったです。ちなみに6番が、私に縄をあげるっていうふうに言っていましたが、私が、仮に7番が出てこないで、縄をもらって、好きな場所を釣れるってなったら、私は5番釣りたかったですね。2-1っていう状況になる中で、結構盤面的に、これは5番自身が黒いとかっていう話じゃなくて、盤面的に6号っていうのは、あり得るから、そういう意味でも5番に私は縄を使いたかったっすよ。6番さんに回答すると。さんまさんについては、そこについては2-3の多分主観の違いなんでしょうっていうところで、そこは人外要素っていうふうには取ってないです。3番さんについては、そういう意味で2周目のこれからの発言だと思ってます。現状怪しい位置で見ているのが、さっき言った理由で盤面的なところで5番。発言内容としては1番の2周目の方がふわふわしてるなって思いながら聞いてましたよ。例については話を聞いて、どっちか入れます。3番。のプレイヤーは発言してください。いや、なんだろうね、この912のハッピーセットは、ちょっとハッピーセットで言いたかったんやけど、まず、1番さんはちょっと言ってたけど、9番さんに関しては、8怪しいって言うんだったら、2の精査もすべきにもかかわらず、2番さんが9番さんに、印象悪いって初週言ったことに対して、仕方ないしか発言残してないんだよね。結局、8のこと怪しいって、最初と最後に言いつつも、結局2を味方につけようとしたよね。1番さんに関しては、6の方をニスだと思ってるんでしょ ?2 のことを真だと思ってるんでしょ？その理由が、明確にあるんでしょ？だったら、9番さんが8が怪しいっていうなら、2が偽になるっていうのは、自分と考え方違うんじゃないかな。もうちょっと突っ込んでよかったんじゃないかな。にもかかわらず、3が9に、9を白く見てるくらいしか情報がないっていうのは、すごいこう、なんだろうな。9は1を味方、違うわ。1がすごい9の、評価集っていうのかな。ちょっと早いかもしれんけど、なんか味方につけとしてる感じがしたよね。2に関しては、9の引っかかるところなかったって言ってたけど、でも自分の白先があんなボロカス叩かれてて、引っかかるところなかったって。なんかお互い、912がさ、なんかお互いがお互いなんか味方につけようとしてる感じがしたんだよね。9番さんに関しては1に一切触れなかったしね。ところで、なんだろうな。まだわかんないけど、なんかここ、要注目だなって感じですね。6番さんに関しては、納得できるグレーセさを欲しいかなってところ。47に関しては、投票で意思表示すればいいかなと思ってるかな。くらいかな。4番。のプレイヤーは発言してください。この超人気の霊能って何のためにいるんだろうってつくづく思います。悟ってる。一人当たり60秒。で、対抗が出た場合は霊能ロラから入りますよね。ってなってくると120秒。そして2周あるんで240秒。そして追加もするので360秒。そして、生き残った対抗の方が明日発言するので、420秒。追加もするので480秒。この時間、無駄ではないと思ってます。無駄じゃないと思ってないかい。私は。はい。占いの精査に時間をかけるものだと私はね、霊能は思っております。主体を見る役割ではなくて、占い師さんのために、ね、時間を設ける役職だと私は思っています。なので私は目いっぱい、どうでもいいことを喋って、占い師さん、ね、考えてください。はい。で、6番さんね、2番に釣り位置を任せるって言ってましたけど、2番さん今日どっち行くってちゃんと言いましたか？ 2 番さん。そこが2番さんのちょっと真要素がないところかな。俺が真の占い師で、太鼓の狼さんからそんな風に言われたら、はっきりと今日は霊能からではなくてグレーから行くとか、霊能だったら4と7、どっちか行くってはっきり物申すけど、2番さんちょっとふわふわしてたね。そこの指摘が3番さん良かったから、3番さんはもう白で弾いちゃってます。私は。霊能に対する精査も良かったしね。9番さんは霊能、ちょっと矛盾した発言の人がちょっと、黒く見えちゃうかな、9番さん。はい。5番。結局、どうでもいいこと喋るんかい。発言してください。まあ、1周目なんか4番さんって、俺が次1決めることになるんかっていう発言してて、だから4番っていうのは結構強靭キャンセルされて進路1なんかなって、まあ1周目からその発言で思ってたんやけど。多分、だから4番が偽やった場合って人狼やと思ってて、7番が偽やった場合って結構強靭やなっていうふうに思ってるかな。まあ、あとは7番の発言聞いて、霊能どっちかから入れます。で、そうですね。とりあえず印象があったのが、1番さんは結構なんかあんまりヘイトみんなに向けてない感じがあったかな。っていう印象があったかな。っていうのところで、1番は結構2番を真に見てたけど、2番っていうのは、1番を結構なんか、和やかにディスってたよね。ディスってたっていうか、1番のなんか中身がないとか、なんかあれ、そういう発言があったから2番が2票やった場合って21ってなんかないんじゃないかなと思った。なんかバッサリ切るんじゃなくて、なんか中身がないみたいな。バッサリではない切り方してたから。2が2やった場合に1は切れてるんかなっていう印象。そうかね。6に関してはまだ全然ラインが見えてないかな。6が2やった場合の。そうやな。っていうとこかな。だから次は6の発言聞いて6が2やった場合のラインは見たいなっていうふうには思う。とりあえず例のどっちかから入れる。3、9に関しては、まあ3番さんの方が印象良かったかなっていう印象かな、3、9は。はい。まあ、7番の発言聞いて例のどっちかから入れます。6番のプレイヤーは発言してください。5番さん黒いね。5番さん黒いよ。5番さん黒打ってられて頑張ろうね、共に。ほぼ23で見てます。時点で8番さんかなと。俺の発言って、やっぱり普通じゃないから、普通みんな疑問に思ったり、そんなこと言うやつ、真に置けねえよっていう発言になるんですよ。で、8番さんっていうのは自分でやったこともある過去の話を持ってきて、6番を真偽をつけたいっていう意味で、6番さんは俺の中では保留。ただ6番さんは、2番の白先だから、俺が占えばいい先だから、だけだから。で、9番さんに関しては白いと思ってます。9番は、6番は真かもしれないっていう追う姿勢があるんですよ。6番はグレーの精査を一切してないから、2周目しっかり聞きたいっていう。その精査が村良さだと思う。姿勢がね。で、1番さんに関しても同様。1番さんは、6は偽っぽいと思ったんだよな。ただ、2仕様になったら普通にやるって言ったところを、1番さん納得したんだよ。で、1周目の段階から俺3番に目つけてました。なぜか。2番が出てきて、3番っていうのは2に一切触れなかった。で、今日の発言でも2番っていうのは3番は2周目次第と言った。触れたけどね。で、3番っていうのは9、1、2のハッピーセット。あなたは盤面が見えてて、俺の芯が透けてるから、8、9、1みたいに俺に触れられないんですよ。ほぼ2、3だと思ってます。だから今日の4、7の次は、3番黒いって言った7が芯だと思ってるから4番からいきます。ほぼこれで間違いないと思ってます。わかんないよ。8番が黒かもしんないし。ね。5番さん、あなたが黒出されたら共に頑張ろう。4釣り。7番のプレイヤーは発言してください。触れたし。21とは視点が合わない。そうですね。すごい自分中心。まあ、グレーの色がちょっと、多分皆さんしても結構見づらい感じだと思うんで、まあ、仮どきを出らんねやったら、明日、まあ、グレーが髪抜かれたときは絶対仮を朝一で使用して、で、グレーでグッジョブを起こしても、その後にグッジョブって厳しいと思うんですよ。まあ、その、グッジョブ先が隠しろとかならんかったらどうなるかなわからんけど、カリードさんはカリードの考えがあると思うんですけど、なんていうのかな、グッジョブを起こせても、2グッジョブっていうのはもう諦めて、明日の朝一カリード出た方がいいんじゃないかなと思います。今日出た方がいいと思うけどね。で、まあ、誰が噛まれたっていうのを村に情報を落とすみたいな。どこでグッジョブ起きたよっていうのが。そこが隠しろだったら出る必要ないって思うかもしれんけど、なんか片白とかカングレーのところ守れたら、そこ白になるでしょうみたいな感じで出たいみたいな。今、カリードにだけ話しかけてますからね。そういう考え方があるかもしれんけど、誰が噛まれたっていう情報を落としてあげた方がいいかもしれないかなって思います。そうですね、26。どうなんですかね。6番さんが言ってた28っていうのは、盤面上は確か28、23っていう感じは見えてくるんですよね。ただ28っていうのもちょっとなんかね、9番さんが8番さんをちょっと黒い黒い言って、2番さんがその9番さんを2巡目白くなったっていう感じが、28のライン消したくてわざと言ってるっていうことなんですかね、6番さんしても。わかんないけど。わかんないのか。わかんないな、グレー。本当にわからんですね。だ6番さん言ってるけど、1番さんは結構6番さん2戦目に見てたけどね。投票を始めてください。4からでいいかな。信じてください。私は決して悪人ではありません。4番のプレイヤーが選ばれました。4番のプレイヤーは発言してください。はい、俺の仕事はこれが霊能の仕事だと思うと悲しくなってきますね。そうだなぁ。まあ、俺がたとえ6番が死んだよっていうことを説明したけど、それ言ったところで、多分明日以降何も変わらないと思うから。で、明日7番さんに釣られるんでしょ？うん、そのために多分7番さんは出て、まあ、だから7番さんっていう狂人もさ、やっぱりさ、霊能で出るの弱いと思うよ、7番さん。なんだろう、無駄に占い師のさ、真の方も村分かってた場合って無駄に爆上げしちゃって、2番さん多分不利になっちゃうと思う。もう2番さん死んでほぼ、切られてるから、6番さん死になってるから、そうなると、7番さんの狂人は、明日以降どうやって2番さんのご主人様をかばっていくんだろうかなって。何も言えませんよ。うん。ただ釣られて終わりですよ。うん、そうなってくると、ラストウルフ以外の村の人たちも、だんだん普通に、確信から自信に変わっていくんじゃないですか。だから自信を持って2番のシーンは切っていいですよ。で、6番新進行で普通に行けばいいです。で、カーリドさんもどこ守るかわかりますよね。ここまで言うと、普通に2番さんっていうのは6番さん噛みに来る可能性大いにあるんで。もう6番のシーンはもう確定したようなもんなんでね。まあ、カーリドさんよく考えてください。まあでも俺が狼だったらね、もうカーリドなんてもう透けてるから、まあ言わないよ、絶対。うん。俺が狼だったらもう普通に、あ、この人はカリードだなってわかりますから。占い師だったらなおさらわかると思います。そこで判断すればいいです。6番がカリードを占った瞬間、6は偽。夜が来ました。目を閉じてください。酔っ払いか？霊能は結構面白いと思うけどな。霊能はなんかそんなリスクがないかどうせ霊能ローラーされるから、なんかもっとこう村を動かせる発言ができるからね。グレーとかは疑われる可能性があるから、ちょっと言葉選ばなかったりしなきゃいけないけど、一番攻めやすいと思うけど。楽しんでほしいんで、レイナを。パチンコで5万負けたらしいからな。しゃあねえか。朝が来ました。昨夜死んだのは六神。6番。七神。どうなんだろうな。で、ご苦労。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、4白なんで、多分6の地神とかは追わないとして、2番さんローなんでしょうね。地神くせえけどな。そうっすね。まあ、2番さんつってくださいっていうことしか言いようがないですけど、まあ、どうなんですかね。これは、2番さん的には、5七ロローっていう感じで言ってくるのかな、多分。そっか、まあ、そんな感じになるよね。僕に黒塗りさせたかったようにしか見えんな。6の時間とかあるのかな、これ。全然わからんねえけど、4番さん白なんですよ。4番さんが強靭なんで、自分目線26振動ってなって、まあ6が狼で地神するメリットっていうのが、2番さん死んだったら6号狼でしょ。地神するメリットがないって思っちゃうんですけど、その思考に落ちるっていうことが地神のメリットってこと?わからんけど。わかんねえなぁ。まあ、2番さんをローで追ったときに、2番さんの相方で、8っていう感じはあんまり見ないんですよね。その、8を叩いた9を2巡目白いとか言うっていうのがよく理解できないし、9番さんって結構6球でつなげやすかったと思うんですよ。なんか、6番さんの芯もあるみたいな感じで9番さん2巡目落としてたんで、それで2番さんが9を、8を叩いてる9番さん、しかも6とつなげやすい感じの考察をしてるのに、9を白置きしてるんで、まあ、28はないのかなと思ってます。8番のプレイヤーは発言してください。いや、どんな盤面、いや、まあいいか。で、2番釣りからですか?それとも7番釣ってからですか?2 番釣ってからだね。犬がいる。まあ、追ってる。彼でもいいと思ってる。47の審議で言えば4番が偽だと思ってたから。4番に関しては、なんだろう。この霊能師としての役目で、なんだ、発言が何十秒もある中、グレー精査を頑張らなきゃいけないみたいな発言を、もう話の終盤までそんな話してたから、あ、こいつ死んじゃねえなって思ってしまったんだよね。かつ、なんだろう、26の審議で言って、6番の新芽がもうバチコリ勝ち取ってるからみたいな話したけど、そうだったのみたいな感じになったんだけど、26ってそんな大差ついて6番の方が芯取ってたのって思ったんだけど。47で言ったら4の方が偽だと思ったから。2番釣り。7番新進行だったとして、2番つらして2番の色結果見て。まあ、ほぼ地神はないと思う。7番が真の時で2番落としたら黒結果どっちみち出ると思うけども、2番が黒軸で考えた時の相方って別にそんな、3番はないかなって思ってるかな。わかんない。ある程度の勘でしかないとは思ってるけど。3番の指摘は912に対して真っ当だったと思ってるかな。まあ、21より29の方がありそうっていうのはある。まあ、話聞きますわ。2番さんからでもいいです。9番のプレイヤーは発言してください。まあいいや、今日守れなかったから、自分狩人です。だから話を聞いてください。5番さん絶対白だと思って、昨日の発言からも。まあ言わない、理由は言わないけど、5番さん絶対白だと思ってるから、俺5番さん守ったんよ。で、6番さんも発言的に白いかなと思った。一番怖いのが2、3かなと思ってて、6番さん、まあ、正直、2、6について村が真偽を明白にしてない時点で、どっちが真かっていうのはないし、圧倒的に2番さん真に見てる状況、6番さん真に見てる状況、2番さんの方が真見てる状況以外に6番さんが地紙をするメリットそこまでないと思ったから、僕が地紙をするメリットがないし、いや、ないと思った。6番さんを噛んだ理由って、6番さんって2、3で見てて、3番さん狼だと思ったからじゃない。自分時点でも2、3狼かなと思ったの、昨日の発言で。確かに1番さんがローであれば、6番さんっていう相方があり得た。1から6の偽の理由を挙げてなかったっていうのは2番さんの指摘はいいけど、3番さんがおかしかったのは、9、1、2ハッピーセットなんじゃないかなって言ってて、1が9の投票回収をしようって言ってたにもかかわらず、票回収をしようと言いつつ、912がハッピーセットだったら、その票回収っていうのは村人に対してする行為だから、3番さんが言ってるのをみんななんかいいとか言ってるけど、それはおかしいなって自分視点でとても思った。なんで6番さんがそれを2、3でライン追ってたからこそ、6が3を黒を出すのを恐れて、3番さん、2番さんっていう組は6番さんのこと噛んだんじゃないかなって自分視点は思ってる。5番さん、黒い要素1個もなかったと思ってる。めっちゃ視点が合ってたと思ってる、5番さんに関しては。絶対5、白しかないと思ってるから。確実に今日2つってほしい。俺噛まれるだろうけど。4番さん偽でしょ、多分。7番さんの方が村視点で進行してると思う。8番さんちょっとわかんないけど、2、3なかったら2、8かなと思ってる。2からつって。1番のプレイヤーは発言してください。うん。まあ、そうだね。9番さんが狩りってことね。28と23っていう目線なのね。わかんねえな。普通に、6神ってさ、普通に2が強靭で、8囲って、8がローで6神だっていう線の方が強いんじゃないかなと思うけどね。そういった場面的には、7番が強者っていう気もするんだけど、4白っていうのがね、まあ、6神的にはなんかそれが一番濃いような気がするけどね。まあ、9番さんが5を白置きしているっていうことね。まあ、どっち行ってもいいから。めちゃくちゃ地紙する気満々やったと思うけどな、昨日の発言。2番のプレイヤーは発言してください。はい、5番黒でした。5番黒。で、7番が真か偽かは分かりませんが、5番釣れば終わると思ってます。5、6、ローローだと思ってますね。7番が、まあ、6番強靭で追うのかな、どうかなって私に対して言ってましたけど、私はおそらく5、6、ローロー、4、7については真強だと思ってますね。仮に6番強靭57狼だったとして、6番っていう強靭が5番囲った後に7番が4の対抗として0の2出てくるメリット、57ローロー6強靭の時のメリットがほぼほぼないと思ってるから、まあ、47は真強だと思ってますよ。だから56ローローだと思ってるから、まあ、7番が真か偽かはわかりませんが、5番釣れば56ローローで終わると思ってます。で、昨日の3番さんについて回答すると、まあ、3番さんの意見として、まあ、なぜ、まあ、9番が2番視点怪しくなかったのかとかって話がありましたけど、8番さんの発言は、まあ、8番さん自身は私は白は出ているんですけど、まあ、ちょっと正直聞いてて分かんなかったです。それを、まあ、客観視点で多分8番の発言ってまあ伝わりづらいだろうなって思って聞いていたから、9番の意見は、9番が村だった時の意見として、は、まあ、わかるっていう感じですね。まあ、そこで例えば9番が、片白である8が怪しいから2番が偽って言うんであれば、それはまあ、6、9ラインっていう見方もできたけど、あの時点で別に9番ってどっちの、まあ、6番のまあ、辛抱いつどっちも見ますみたいな、まだフラットっていう感じだったから、9番単体の要素としては私は引っかかるところはなかったっていう話ですね。6番地紙のメリットめちゃくちゃあります。正直これ結構かなり強いムーブですよ。これで逆に皆さんが5番を釣るっていう進行を取れますかっていう話だから、そこを追って5番に投票してほしいです。私は5番に投票します。3番のプレイヤーは発言してください。そうだな。なんか地紙しか見えないんだけどな。地紙見ない人多いんだ。なんか意外だったけどね。あの6番さんの、なんていうかな。まあ、ちょっと言葉悪いかもしれないけど、もう自分中心の議論展開は、もうなんか地紙する気満々な感じに聞こえたけどね。まあ、私の時点では219のハッピーセットとなんとか言ってたけど、6の発言の時点で、なんかめちゃくちゃ意味のわかんない私への黒塗りがあったし、で、5黒出るかもよとか言っといて、6噛まれてるわけでしょ。めちゃくちゃ伏線だったと思わない？まず地紙のメリットとしては、まあ、6自身の、その2番さんも言ってたけど、新要素が上がるっていうのが一つでしょ。で、それから私に黒塗りできるっていうのが一つでしょ。で、それからワンチャン護衛が通ったら、それもまた新要素にできるからね。全然地紙あると思うし、あと、かつ、この2番さん、まあ、占いが進路だと思うけど、この2番さんがね、6を噛むっていう行為自体が、なんかそんな強い行為だと思えないんだよね。そんなことするかね。26だったら別にさ、そんな審議さもついてなかったし、2が6噛むってよりは、6が地紙の方がなんか納得したけどね。で、9番さんに答えておくと、219の評価集っていうのは、219ってさ、全員さ、人外人為な、可能性って0じゃん。22だから。絶対村人1人いるじゃん。だから評価集っていう表現は合ってるはずだよ。見えてる、見えてないとか、そういう風に考えるんじゃなくて、3人の中で誰か村人は絶対いるわけじゃん。村サイドはね。だから、間違いではなかったと思ってるよ。まあ、とりあえず2つって、7に色見てもらって、7釣りで最終日って感じが悪いんじゃない？まあ、6の地紙は全然終えると思いますけどね。5番のプレイヤーは発言してください。前半3番さんちょっと黒かなと思ったけど、今の発言。ちょっと後半最後で、2つって7に色見てもらってっていう発言がちょっと白く見えたかな。めっちゃ俺黒く見られてるけど、8番さんもそうやけど、8番さんも、2番を釣って、7をシンと置いた場合、7に色見てもらってっていう発言を残してることから、8番、28はないんかなって思ってるから。1番の思考がちょっと合えへんくて、26新境で、6噛むメリットはないと思うんやけどな。そこがまず一番と思考があれになったかな。それ26新居やったらそこで縄使わせたいやろって思って。まあ俺はもう2行ってほしいかな、みんなに。で、8番が2を釣って、7に色結果を見てもらうっていう発言があったことから、8はちょっと白く見えた。3番も、その最後の発言だけ取ると、まあ表考察でいくと白く見えたから、順番として俺は2、1。で、その次に3かな。って感じですかね。で、言ってほしいかな。まあ、ほぼ7シーンやと思うけどな。そうですね。いや、4番が俺、人狼やと思ってたけどな。ないか。はい。今日はちょっと2から言ってください。1番さんはやっぱりちょっとあんま中身がなかったかな。なんかずっと、向けてるとこがなかったよね、一番さんに関しては。はい。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。ご自身は、そうだな、まあ特に触れるところはないけど、特に狼要素っていう狼要素ないけど、21なさそうって言ったことについてちょっと言及したいね。選ばれました。2番のプレイヤーは発言してください。はい。まあこの遺言の時間でなるべく私のシーンを見てもらえるように頑張るんですけど、まあ、7番さんに対して言った通り、私は最終的に5、6、ローローで、提出します。4、7の打ち明けはわからないです。で、6番が地紙をするメリットってのはめちゃくちゃありますよ。それについては3番さんが言ってくれてましたけど、あの時点で5番さんの発言自体には初日って全然別におかしい要素はなかったです。単純にただ私が盤面的に、5番5、6、ローロー初日囲いがあるのかなっていうところまで追って、まあ単純にクロス占いをしただけなので、で、5番が黒だった。で、6番がまあ縄を上げていっていましたけど、まあ、例えばまあ7番側の状態で出ないで、私が縄使いたいってなって、例えばじゃあ、片白の5番を釣りたいですって言った時に、それが通るかどうかっていうと、私は多分通んなかったと思うんですね。まあ、そこは霊能士の判断によりますけど。6番の強気の発言って初日囲いをしていたから、5番に縄が届かないっていうのは分かっていたことだし、21番目、ほぼほぼ21番目の想定だから、まあ5番、5、6の要素としては、そういう盤面的なところ。で、先ほどの5番さんの発言ですね。まあ、3、8はなんか村っぽい、1が狼なんじゃないか。例えば5番が狼、5番が村だった時の、視点としてはめちゃくちゃのんきなことを言ってるって思いませんか。5番視点は2番私が2線になって、まあ、6番が5に白出してるから、まあ、他に村1がいないっていう中で、5番が上げるところって白1っていうよりも、誰に縄を使って使いたいか、怪しい要素を上げるっていうところだから、ね、進行としてこの後7番を残すかどうかっていうのを、まあわかんないですけど、5番を釣らないと、この村は負けます。で、そうだな。この、まあ、初日囲い地紙っていう強さを、まあ、乗り越えて夜が来ました。目を閉じてください。ご自身もわからんし、にもわからんし。まあ、21か56ってとこだよな。8もなんかふわふわしてんだよな、ずっと。まあ2が6を噛むメリットは8に占われない。いやでもそれだったらでも、まあ一応あるか。一応あるな。まあ、ただそこまでして6を噛む。別に黒黒。一回冷静になって考えるか。朝が来ました。昨夜死んだのは9番。7は釣りますよ。1番のプレイヤーは発言してください。はい。2黒。2黒ですか。ああ。そうですね。まあ、ここで7番行くのかどうかっていうところだと思うんですけど、噛まれそうだな。まあ一番黒いと思ってるのはまあ5番さんですけどね。まあ、2が強靭で8ローで6がみっていう案を提出して4がローなんじゃないかっていう発言をしたんですけど、5番さんも4ローだと思うって言って、なんでこれが黒くなるのっていうのは単純に理解できなかったなっていう感じですね。2が7番シーンだと2がローで6がみしたっていう話ね。まあ47ね。まあ圧倒的に7番さんがシーンだろうとは思ったけどね。なんか2番も7番を審議なんていらないんだよ。なんかシーン盲信してたような発言だったんだよね。まあそこが。2の黒要素かなと思ったけどね。7芯だと6芯になるんだよな。5が白になるんだな。これ分からんね。5は黒いと思ったけど、7の芯要素が発言的に狩りの話してたから、4が明らかに強靭ってことか。7芯で。2の相方ね。2、8より。23なのかなと思ってますけど、今日7番さん行こうかな。どうなのはい。5番をどうした方がいいのか。単体で5はさっき言った理由で黒く見てます。5か7いきます。3番のプレイヤーは発言してください。すごいふわふわやね。47の審議なんていらんのんよ。もう、今日7釣りだから。で、明日、もう最終日。絶対来るから、7釣れば。7釣りじゃん。てか、1番さんはさ、7は狼の線持ってたんじゃないの？なんでここで変わってんのようわからん。なんでここで47の審議差を考えてるかもわからんし。で、2番さんに関しては、すごいね、昨日の2番さん視点の話良かったんだけど、結局さ、5番さんはさ、初日引っかかるとこなかったって言ってたよね。遺言で。で僕、3番目線だと、それは合ってるんやけど、2番ってさ、ね、6に回答するように、5を釣りたかったって言ってたよね、明確に。そこで、うんってなったんだよね。で、そこで冷静にちょっと一回、地紙かなと思って考えてたんだけど、2が6を噛むメリットとしては、まあ一応あって、黒占いが刺さった時に、8が黒だった場合ってのが一応メリットはあるなと思ったんだよね。5、8で比べると、そうね、8の方がちょっとふわふわしてた感じがあったから、そこを恐れて単純に神に行ったっていうのも、まあ、考えられなくはない。けど、6が地神したっていうメリットも全然ある。難しいね。今日はね、7、一択だよ、一択。それは1番さん自身が昨日言ってたしね。で、5番さんはさ、21なさそうって言ってたよね、昨日。だけど、おとといか。でも昨日なんか、白1をさ、38で上げてさ、1点絞りしてたよね。その理由何 ?21 なさそうって言ってたよ、あなた。明確に。その理由教えてください。今日は7。5番のプレイヤーは発言してください。いや、まあ、2日目に3番さんがちょっと白くなったから、後半の発言で。で、実施点って8番さん白く見えたから、うん。1が黒くなった。別に意見変わったことに対してそんな突っ込まれても困るんやけど。うん、発言量が日に日に増えていって情報が変わっていくんやから。うん、そこでなんで思考変わったのって言われても、うん。単純にあなたがちょっと白くなったからですよ。2日目。自分目線ね。で、そうですね。まず1番さんに回答しておくと、俺が4を2世やった場合って新郎1やったよね、自分目線。自分の考えではね。だから4番俺偽やと思ってて、だから4番を人狼やと思ってたっていう発言を残しただけ。うん。4番が釣られた後に。うん。で、まあもう実施点っていうのは結構7の新芽がかなり上がってるから、うん。で、3、8が白く見えてるから、1からもう今日手かけたいんだけど、うん。1手かけて終わらんかったら、うん。38の精査。もう1で終わると思うけどな。だから俺7に手かけたくないんやけど。けどまあ、まあいいや。3番さん、7行きたがってるしな。7行きたがってるけど、俺は行きたくない。うん、自分は今1番さんでロックしてるかな。うん。3番さんの3日目も別に黒要素なかったしな。ってどっかな。まあ、8番さんの意見も聞こうか。うん。俺は1入れるわ。俺も1入れるわ。7決め打って1入れる。うん。7番のプレイヤーは発言してください。いや、俺は5番さんの白を知ってるんだけど、2番さんで黒結果だからね。俺ね、多分3番さんだと思うんだけど、5番さん思い直して3番さん行きませんか、一緒に。8番さんと1番さんもお願いしたいんですけど、いや、3番さん確定じゃないよ。俺の中では、2番さん、狼だから、8、1、3、全員に2番さんの相方の可能性はあるんですけど、3番さんが一番濃いと思うんですよね。やっぱり9番さんが8番さん叩いて、2番さんがその9番さんを2巡目白くなったっていう意味もわからんし、28だとね。そもそも2番さんって、初日からなんか8しろって言った後に91にベタベタ触れすぎてるんですよ。なんか21でなんか19比較すると1の方が印象いいっていうのも言わねえだろうな、みたいな感じで。うん、だから2番さんローだったら8か3、4、5、6にいるんだろうなって2番さんが出た時点で思ってて、で、6番さんが5番さんしろって、4番さんが霊能対抗でしょ。まあ2、4、ロー。どうかなみたいな、あんま薄そうだよねみたいな感じで思って、結構2番さんロジックだったら3か8かなって初日で思ってて、で、9番さんが8叩いたときに、2番さんが9白いとか言ってるから、あんまその28もなさそうだなって思ってて、っていう感じだったんですよ。で、23だと思うよ、本当に。多分ね、2番さんが9番さんの2巡目になって白いって言い出したの、3番さんが9番さんのこと白いって言い出したから、相方と合わせたんじゃないかなって思うんだけどね、白いって。あと9番さんって初日の1巡目にちょっと強靭か役職っぽい出方してたのよね。だから3番さんがその9番さんを強靭か役と思って白いって言ったんだろうなって思ってんだけどね。3番さん入れます、自分を。8番のプレイヤーは発言してください。3番だけはないかなって思ってしまってるんだけどな。7番さん。今日7番さん行くよ、俺は。うん。一応最低のケースもあるからね、7番さん行かしてもらうよ。3番さんだけがないかな、狼ないかなって思ったのが、1号にどっちも気になるところがあって、1番に関しては47のシングルで4の方が偽だと思ってたんでしょねえ。4の方が偽だと思ってて、その場合って7が真で見えてて、で、7番がニクロ結果なんでしょ。ニクロ結果ってことは、もう5番はもう白じゃん。1番ってそんなにこう行きたいのって思ってしまったんだけど。して、なんでそんなに最終日になってそんなにふわふわしてんのって思ったんだけど、そんなに、夜時間普通に盤面とか普通に確認する余裕がなかったのかなって1番さんに思えてしまったんだけどな。で、5番さんに関しては、なんでそんなに7つる？まあ、確かに47の審議で言ったら7の方が新芽がかなり高いと思ってるよ。4番の新芽がないと思ってるよ。かなりね。7番が偽っていうこともなくもないし、仮に7番釣ったとしても、5番目線で3と8が白視して見えてるんだったら、しっかり釣って安定で釣って、1番釣ればいいじゃんっていう話じゃん。あなた目線結構黒位置っていうのはっきりしてる発言を起こしてるんだから、7番釣ってから1釣ればいいだけなのに、そこまでして7残したい発言する必要あるって思っちゃったのが5番さんに対して思ったこと。ただ、21だと思ってる。21だと思ってるから。はい。7番さんいきますね。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。難しいなぁ。まあ5はそんな黒要素ないんだけどな。21つついたけど、その返しも良かったしな。7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。いや、わからんよ、俺も。2番さんのローと5番さんの白しか知らんけど、多分2、3だと本当に思ってんだよね。ごめん。まあ、813に関してはよくわかってないけど、正直そこまではね。ただ、1番さんっていうのは、9番さんのカリドが昨日出て、で、まあ、5、白置きで、8に関してはわからん、2、3かな、みたいな感じで言ってて、1番さんはそこで、いや、盤面的には、78ローローで26新居に強靭78ローローあんじゃないのみたいな感じで、なんていうの、黒位置を広げてヘッドを変えに行ってんだよね。1、2だったらなんか急に乗っかって、2、3、2、8みたいな感じで言ってもいいかなって思うから、なんか、あと3番さんの言ってるなんか6の地紙っていうのが、俺3番さん視点になってるからあんま見えねえと思うんだよね。だってなくない ?5、6ローローで、5、6ローローの時って4番さんって2、2000見てて、その4に入れてるでしょ。だいたい2番さんってなんか4、7よくわかんないとか言ってるけど、初日に7入れてんだよね。2番さんって4からなんかヘイトを勝てたじゃん、初日の2巡目に。4番さんのヘイトの向け方っていうのもめちゃめちゃ不自然で、2番さんは、1と5どっちか怪しいっていう、一応グレースケールを落としてるのに、4番さんは2番さんを、偽で見た理由っていうのが、なんかあれでしょ？グレースケール全然してない、どこ釣りたいか言ってないみたいなこと言ってたけど、グレースケールしてないの4番さんの2巡目の時点じゃ、6番さんの1巡目と2番さんの2巡目まで聞いた時点で、4番さんの立場で絶対どころか2戦見えてるから、2番絶対偽だからね、2番偽ってる。夜が来ました。目を閉じてください。1号だったらもう圧倒的一致なのよ。まあ、8番さんの言う通り、5番さんの1、そうね、38白く見とって1いくっていう思考もようわからんし、っていうのはあるけど、後期1の方がよくわからんし、それこそ912のハッピーセットなんよ。26はあんま考えない方がいいかな。6に関しては地紙のメリットは相当あったと思ってて、で、2が6個間メリットとしては8黒の場合でしょ。最後のあの発言でもなさそう。いや、8はもうね、いいかな。でも2が黒でね、5に黒を出して初日引っかかるとこなかったっていうのも後付けなんだよな。昨夜は誰も死にませんでした。いや、難しいな。1番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、いつも最初になっちゃうんだけど、まあそうだね。なんかふわふわしてるって言われたんだけど、まあ、普通に考えたら霊能心境で占い進路でしょ。で、まあ、7と4で比べたら絶対4の方が偽でしょっていうか、もう4が強靭ムーブって考えると、もう7シーンで2黒だなっていう感じがするんだけどね。まあ、2シーンで5、6ロ、6地紙っていうよりはって感じだね。まあ、5番さんも俺入れてるからね。俺も5番さん入れてるからね。まあ、ポリシー貫いたって感じだけど、まあ、7っていう思考も、基本的にもシーンでしょうと思ったけどね。まあ、2番で気になったのはね、まあ、7をシーンで見てるような発言だね。別に、2黒出したら、なら偽だよとか言えたはずなんだよね。まあ、そういった盤面では5が白くなるな。2がローで相方3か8かっていうところなんだけど、まあ、28で6紙の方がしっくりくるかなと思ってはいるんだけどね。まあね、8最後最終発言で絶対1号に持ってこうとしたでしょ。まあ、そらしゃあないかな。8なんじゃねって気がしてきたね。まあ、今日8いきます。8いくんだ。3番のプレイヤーは発言してください。いやー、わからんねー。でも8にはな、届かないんだね。もう1号にせざるを得ないと思うけどね。8狼だったらもう仕方ないかな。でも6を噛むメリットって言ったら8黒な場合だけど、まあ昨日のあの発言、いやもう仕方ないかな。8やったら届かんともなわ。まず占いの話からしていくと、26だったらまあイーブンぐらいかな。まあ6はまあ昨日も言った通り地紙の伏線張りまくってたっていうのと、5黒5黒っていうのが逆理論を働かせようとしてたって感じ。2に関しては初週5を釣りたいって言っていたにもかかわらず、5は初日印象なかったという後付け、5を黒出した後にそれは6で、グッジョブ6でもしかしたらグッジョブが起きた場合に備えて、5黒を出して。そうだね、5黒出して後付けで、初日って感じだよね。で、5に関しては、黒良さないね。ちょっと、鎌かけて、21って言ってたけど、どうなのよって言ったけど、そこに関しては、確かにその、思考が変わるっていうのは、ちゃんと返してたなって感じ。ただ、8の言う通り、5が1に行きたがってた理由が、最終まで持っていきたかったワンチャン7教授も見てたっていうのも言える。1に関してはもう趣旨よくわからない。47の真偽なんてつける必要ないし、でもね、21だったらね、1がね、2のこと教授につったんだよね。そんな発言出るかなとも思って。いや、悩む。51どっちか入れる。5番のプレイヤーは発言してください。ああ、無駄に追加してもうたわ。いやー、楽しいね、人狼は。人狼さと楽しい。うん。で、そうですね。なんか投票を見て、今の、1番ちょっとないんかなって投票行動で思っちゃったかな。1番がローやった場合、7行きたくなるはずなんやけどな。絶対7に手かけたいはずなんやけど、1番って俺に入れてきたよな。ああ、投票行動だけ見たら、一番白くなってもたな。でもって3番は結構、3日目まではへえといろいろ向けてたけど、一気に穏やかなったよね。7番の言った通り3番入れといた方がよかったんかな。あかんわ。うわ。どうしようかな。もう意味もなく追加してもだけど。いや、絶対、安牌に人狼やったら7行きたくなると思うんやけどな。ほんで、8番さんに回答しておくと、俺目線って7番はもう2黒出してるから、もう7の芯爆上がりしてるよ。うん。だから、7番の強靭の可能性もあるけど、うん、爆上がりするやんか。うん。だから7に手をかけたくないね。うん。っていうとこぐらいかな。うん。それは8番さんに回答しておく。めっちゃ迷うわ。1番が投票行動で白く見えてもたからな。うん。ぐらい。いや、楽しいね。8番のプレイヤーは発言してください。いや、1番かなって思ってる。最終決断は。5番もめちゃめちゃ気になったんだけど、今の発言。1番が5番に投票してる投票行動が村に見えるって言ってるけど、1番が狼軸で置いた場合って、7が強靭か、もしくは芯、まあどちらかになるっていう状況でしょ。いや、是が非でも残しておきたいじゃん。だからグレーに投票するでしょ。1番が狼だった場合って。7番は芯か強靭かわかんないけど、残しておいて5番が釣れた場合、7番が強靭だったっけ ?1 目線勝ちはってなるから、だから1番をしておきたいはずだから、5番に入れるっていう行動自体は狼利がある行動なんだよね。ただ5番がそのねじ曲がった視点で、1番が5番に入れるその投票行動が白いって、本当に純粋に思ってるなら、5番さんは白いかなって思ってる。5番さんも、そのねじ曲がったなんか考え方で、5は1のね、評価者していたんじゃない？いや、5な気がしてきたな、さっきの。あと1番に関して、今日に関していきなり、俺に対してヘイト向けてきたけども、一番最初に発言が始まったのは1番からで、今日に関してね。何も情報更新されてないまま、昨日の投票には5に入れてるのになんでいきなり8に変わったのって思ったけど。1番さんがトップバッターの発言だから、投票から、今日の朝にかけて何も情報って変わってないんだけど、なんでそんなに俺に持ってきたがるのって思ったんだけど。だったら、もう5に入れないで、昨日の投票で5に入れないで8に入れるのが普通の筋としてじゃないかなって思ったのと、あと、多分3番さんからもう1と5のどちらかかなって言ってた中、5番が1から、いや、どうなのかなって外したがってるのが、5番が最終的に村に見えたから1番かな。はい。いや、5だな。始めてください。ありえん。オラじゃないべ。うわ、これ1、5が8に入れそうな感じもするな。いや、もう5に入れよう。やば。1番のプレイヤーは発言してください。いや、何を8番言ってんのかなっていう。俺は昨日5に入れて、5も俺に入れてんだよ。うわ、でも5が3に入れてんだ。思うんだけどね。5目線だって7がCに見えるでしょ。ニクロ。だって2から5番黒出されてるんだからね。5が8いくと思ったんだけどな。8だと思ってんだけどな、俺は。もう論理が破綻してるやん。昨日から情報更新されてるやん、投票で。何言ってんのって話だね。3番、5番絶対ないよ。絶対8だってと思ってるけどね。普通に肉の。いやー、わかんねえ。いや、5じゃないのか。信教で7番の教授にかけてるっていう発言でしょ、8番。絶対28ローローで6紙の方が全然あるよ。場面的にね。それはそう。俺は8番だと思うな。8。うん。まあこれで3だったらうまいなっていう感じだけどね。8いきます。3番のプレイヤーは発言してください。いやーこれねー、5に入れたんやけど、5がね、1の評価趣旨いったと思ったんよね、5が。なんか、めちゃくちゃ1にすり寄ってたじゃん。やから、5が8に入れて、1も8に入れて、あ、もう負けたなと思ったんやけど、5は3に入れんの？どういう理論で3に入れたんやろ。いや、これは狼じゃねえなって思っちゃったな。でもそこぐらい。5の黒要素って思ったのは。1。いや、ちょっと考えたんやけど、1、2で6噛むかね。2が黒やったら、やっぱ28なんよな。8と言ってることは間違いじゃない。前半ふわふわしてたけど。やっぱね、5と1がとっつきやすすぎるんよな。うわぁ、5が3に入れた理由がよくわからんな。いや、8の言う通りね、5、じゃあ5に問いかけるけど、1が5に入れたのって、そんな白くなるかね。7残したいと思うけどね。それこそ、5番さんを私は疑ってた理由が、7をどうしても残したいっていうのが狼見えたっていう。その逆の、お互い狼っぽいことしてるって思わない？いやー、でも5、いや、5に入れないわ。もう5入れない。いや、1にも見えない。なんか8、いや、8のクロス別にないんだよな。もう本当に6神が28のメリットくらいしかない。いや、8に偏りつつある。5が、この投票行動的におかしい。5番。のプレイヤーは発言してください。いや、そうやな。でもやっぱ6神って考えたら28になるよな。うわ、そうやな。最終的にそこに戻ってえんかな。いやー。一番表向きな考察に。なんかいろいろ裏読んできたんやけどな。いや、むずいな。追加したけど別に話すことないけど3番に入れた理由か。いや、3番って結構なんか俺のことずっとぶったたいてきたけど、なんか急になんか緩やかだったなと思って、なんか、すごい生徒分散させて、なんか、まあほんまに迷ってるんか、分散させたんかわからんけど、うん。3番の最終、釣りた1っていうのが全然明確じゃなかったから、とりあえず3番入れたんやけど。そういう理由から3番入れたな。はあ、俺2日目から8番白く見てたんやけどな。うん、8の黒さない、正直。あかんわ。俺、全員1回は白く見てんもんな。うん。いやー、シンプルに1は、やっぱり、どうやった場合7から手かけたくなると思うけどな、3番さん。1がローやった場合は。まあ、8くらいやったら結構楽やったと思うよな。5、1つついてれば、正論言えるしな。その意見聞こうか。8番のプレイヤーは発言してください。5番さん、マジでよく話聞いて。あの盤面で1番が、7じゃなく5番に入れたことが白要素になり得るわけがないんだよね。仮に12ローローだった場合、12ローローだった場合って4番と7番に関して進強になるよね。進か強になる。で、その内訳に関しては4番と7番がどっちが進でどっちが強靭かわからない状態で、1番っていうのは5に入れた。それは12ローローで1番が狼だった場合って、4番が確かに精査の中で47で比べたら4の方が偽かもしれないけど、少なからず7番の強靭っていうのは可能性としては残っているんだよね。うん。その場合って5を落とした場合ってもう試合勝ちなんだよね。5を落とした場合って7番が強靭にかけて7番が強靭だったら、17で PP になってるからね。だから、1番が5番に入れてることが村要素になんかなり得るわけないんだよね。うん、それをまず分かってほしい。その通り。うん。で、一番しかないと思ってる。なんか一番が、一番も言ってたけど、一番が5に対して白要素を感じて8にヘイトを向けた、その論がおかしいっていうふうに言ってるんだよ、俺は。5番が1に投票することが、さっきの理論から1番は5番のことを白視して見える目線があるわけがない。うん。それはさっきの理論と同じで、5番目線っていうのも4番と7番の神経をどちらかっていうのが100% つくわけじゃないから、5番がローだった時って7番を落としたくないわけだ。ワンチャンの強靭にかけて。だから1に投票するっていう行為は狼要素なんだよ。うん。それを取って1番は5番に村要素として8番に投票を促してくるのはおかしいって言ってるんだよ。だから 100%1 だと思ってる。はい、以上です。投票を始めてください。いや、ごめん、8に行こっかな、これ。いや、5が3に入れてる場合じゃないんだよな。1も2強靭。いやー、2じゃ見えねえな。8かな。オラじゃないべ。いや、むずい、これ。8番のプレイヤーが選ばれた。いやー、違うか。ごめん。8番のプレイヤーは発言してください。どうしてそうなっちゃったのえ、どういうこと？俺なんか失言か。いや、ない。びっくりしたんだけど。いや、マジか。いや、ない。マジでない。俺釣りだけはなくねと思ったんだけどな。ああ、そう。28ローローだと思って6巻で。うんと前の投票で。47で、少なからず7が強靭かもしれないのに7番を行く投票を起こして、俺が狼なの。うん。一番だと思うんだけどな。違います？夜が来ました。目を閉じてください。いやー、1だな。いや、5はないでしょ。どっちだと思う？いや、8は朝が来ました。いや、1いったがよかったかな。昨夜死んだのはハッピーセットやったんだ、これ。3番ゲーム終了。いやー、ごめん。人狼の勝ちです。1、2か。ハッピーセットやったか。うわー、これ悔しいなー。ハッピーセットが伏線やったか。いやー、八幡さん申し訳ねー。確定紙なんてダサいことしないでくださいよ、おかみさん。まあでも、これ結果、6番が死んだったからよかったですけど、6番、本当にゴールオオオカミだったらマジで勝ち目ないっすよね。え、何を言ってんの？ゴールオオオカミで俺があの動きをするってこと？もう自己中すぎんだよな、この動きが。あ、まあ、タラレバの話ですけどね、あれで本当にゴールオオオカミ2番死んだったら、マジで勝ち目ねえなって思ったから、やっぱ初日かっこいいで地紙って強いなって見ながら思ってました。いやー、1イケメンかったな。いや、俺さ、結構、違う進行論で審が終われない発言だと思うんだけど、確定がするかね、あれで。まあ、あくまで2番の意見ですけど、4番がすげえ余計なこと言っちゃったから、あれで村の雰囲気で2番に背に追われたらめんどくさいなっては思ってましたね。いや、いいんだよ、狼の戦略だから。単純に5黒塗りか。利用されたのか、6は。いや、申し訳ないです、マジで。いや、絶対釣られると思ったけどな。よかった。2番さんの1の触れ方が絶対に1ないだろうなって最初に思ったんですよ。それだけですね。はい。1番さんは結構黒かったんですけどね。絶対に1はないかなと思っただけです。はい。ガチハッピー説やんけ。